小泉一真の。こいちゃん。や。というわけで。小泉一真トークチャンネル、こいちゃん。今日はね、二本目ですけれども。テンション高めでいきたいと思います。神戸は低く、テンションは高く、参ります。長野市議会、小泉一真です。3月議会のね、報告を引き続きさせていただきます。でね、タイトル。 分かっているからする質問っていうのもねあるんだよっていうお話しさせていただきたいと思います。何だ分かってるけどする質問どういうことなのか予定調和な質問があるんですね。こういうのね、いわゆる与党系みたいなね、市長派、最大会派の方にありがちですけれども、どういうことなのかあのね、話は変わるけれども、ふるさと納税の御礼の品っていうのね、長野市がちょっとね、 やる気出してきてますそれが3月議会の答弁からもね伺えるようになってきました今ねあの今年の1月からこっちねもう長野市は寄付に対するふるさと寄付金ふるさと納税に対する恩礼の品っていうのはね全くない状況になっています 寄はするけど恩礼しませんそれが長野市のポリシーよそれが長野市の現状ですねでも今ね皆さんねご存知の通りふるさと納税の恩礼の人とも日本全国どこでもやっててあの頑張ってるところはね飯山市なんか月に1億ペースで寄付金稼いじゃってるまあそんな自治体もあるんですよね で長野市は月300万円ぐらいで御礼はしません。なんですよね。これでいいのかっていうのが小泉の問題意識です。でね、あの小泉も今までにもね、このままお話ししてきたんですけれども、去年の11月11日の農林業振興対策特別委員会の席で、小泉はその時ね、行ったんですよ。長野市の 農産品ふるさと納税の御礼の品つける取り組み長野市やるべきだよねって言いましたでその時はねまだ何て言うかねあの去年のお話で、えー、ふるさと納税は長野市はねそんな一生懸命御礼の品御礼の品御礼の品ってやんなくていいんですっていうのが了解事項だったんですでもその時ねだからこそ小泉は突っ込んでったんですよやんなきゃダメだよねっつって,ってそしたらねそれが あのー、今農林業振興計画っていうのを長野市が作ってて農業振興計画っていうのまだ仮称ですけど作っててそのしんそのそれについて審議会に答申を求めてるんですよねこれでいいでしょうかってでその席でもやっぱりねふるさと納税のオンラインの人のやってくれよっていう話ね審議会の委員さんからも出てるんですよで小泉と 審議会で,で両面攻撃に長野市はあっちゃってあこれはたまらんやんなきゃしょうがないっていう方向になってきましたでそれがね今の流れになっているんですねで2月の8日年明けて2月の8日農林業振興対策特別委員会小泉は再び発言しましたその後どうなっているんだふるさと納税のね御礼の者に。 美味しい長野の農産品をつけようっていうお話。そしたらね、それあの、農業振興計画のアクションプランに位置づけていこうかな、みたいなことをね、初めてね、前向きなことをね、言い出しましたよ、長野市。だから小泉はね、まだまだ消極的なとこからやって、ここまで来たら、あ良よかったなって、その時は思いました。だけど、その流れを捕っつかまえてね、あ、じゃあ俺も今、 質問すれば、いい答弁、前向きな答弁もらえるよねって、長野市の方針を、俺が転換させたんだ、みたいなね、そういう質問、本会議でできるじゃんって。だから、今回のね、3月の本会議一般質問、ふるさと納税、御礼の品どうするんですかみたいなことを聞いた人ね、何人かいました。それはね、もう分かってるから聞くんです。分かっているから聞く質問。 前向きな答弁出てくるからやる。でそれはねでも小泉ねそれはねどうなのと思うんですよね。だって出来レースじゃんね一種のね。その議会ならではの情報もであなんか情報 方針転換の情報入ったからじゃあやっちゃおうとかと思うし勝ち馬に乗っちゃおうみたいな話ですよ。それが議員の仕事なのっていうことなの小泉一馬が言いたいのはね。で今回ねどんな答弁が出てきてるかっていうと。 国では来年度、来年度っていうのはもう今年度ですね、平成28年度です。企業版ふるさと納税を創設するという新たな動きもあり、本市農業委員や農林業振興対策特別委員会も農産物の変電による農業振興の要望もお聞きしております。これこれ、これ俺の要望。ね。で、そのため今後においては改めて節度ある対応など賛否を含め議論検討し、来年度にはその方向性を示してまいりたいと考えております。 だから農業だけじゃなくて長野市全市役所的に検討していくってことを言ってるんですよ。でそれは小泉の要望があったからだよって答弁にもあるの。だけどそういうね背景を知らないで聞いている市民には俺がこの質問の答弁いい答弁引き出したんだよってアピールになるからそういういっぱい質問をする議員いらっしゃいます。まあ、それがね 政治っていうもんだ,んだなぁとは小泉も思いますけれども分かっているからこそできースでする質問もあるというお話今回のこいちゃんあなたに伝えたい。<laughs> <music>